こんにちは、シュウです。アイです。ということで今日はね、二人ともアパレルのバイトをしていたので、まあそのアパレルバイトについてちょっとお話ししたいと思います。はい、よくねアパレルのバイトってどうなんですかみたいな、結構気になってる方も多いみたいなので、アイ、たちはもう辞めちゃったんですけど、自分たちがどうなったか話したいと思います。はい、ということで僕たちがね、僕がザラで、アイが中雑誌っていうところでバイトしてました、はい、皆さんが気になるところをまあ5つぐらいに分けてきたんですけど、まあ、一つがまあ時給いくらって、まあ、僕たち大学生でずっとバイトしかしてないんで、まあ、時給いくらって話と人間関係どんな感じっていうね、あとまあ面接どういう感じの選考だったかっていうのと、うん、4つ目がまあなんでそこを選んだかっていうのと、1つ目がシャワリ、制服とかシャワリとか、その働いてる時に何を着ていたかみたいなですね。で、あとまあ最後はやりがいっていうか、まあ良かったことやって、入って良かったなって思ったことと、まあ悪かったところっていうのを話していきたいと思います。はい。じゃあまあ一つ目、時給なんですけど、時給いくらでしたか？時給は1000円でした。普通に。1000円。本当に大学、他のバイトと一緒？ザラはね、1100円でした。ちょい高。入ってすぐから1100円。で、そっからちょっとずつなんか上がっていく、50円ずつぐらいなんか上がっていくみたいな感じでした。二つ目の面接どんな感じで進んでいったかっていうのを話していきたいと思います。はい。トゥーザシーはどうでしたか？トゥーザシーは、今は新宿のルミネエストとか、銀座店と、学芸大学前にカフェみたいなとこがあるんですけど、アイのところはまだその3店舗もなくて、新宿のルミネエストにポップアップみたいな、期間限定のスタッフ、オープニングスタッフみたいなに、そのポップアップのスタッフを募集っていうので、募して、だからもう書類が一応通ったのと、オープニングだから人欲しい状態だから、あまり死亡、本当に軽い感じだったら死亡理由が2とか、服好きなのとか、普段どういう服着るのとか、まあどれぐらい入れるかって聞かれて、まあその場でまあほぼ合格もらった感じ。あ、そうなんだ。どういうとこ見てんだろうね、トゥーザシーだったら。でもやっぱりトゥーザシーってイメージ的にはサーフ系、ちょっと髪かき上げ系のね、やっぱ肌ちょっと黒い子も多かったし、そういうかき揚げだったりとか、なんか本当にハイライトいっぱい髪の毛入ってるような髪色の子とかが多くて、だからあいも一応その面接に行く時の服装は気をつけた。なるほどなるほど。ちょっとそのイメージにはやっぱ合ってるように。確かに確かに。そんな感じで、まあ結果面接は1回だけ、書類選考と面接だけって感じか。書類そうだったと思う。あんまりちょっと覚えてないんだけど、インスタのフォロワーは聞かれたかな。あ、そうなんだ。うん。へぇ、店員がちょっとインスタのフォロワー多いで、やっぱ宣伝にもなるし、って感じか。ザラも一緒なんですけど、書類選考を最初にやって、返事来て、で、恵比寿の本社に、ね、行きました。で、まあ、面接、服めっちゃ迷っちゃったよね。結構なんか迷って、服装ってやっぱアパレル面接大事なんで、さっきアイも言ったんですけど、まあ、そのブランドのイメージで行った方がいいかなと思って、なんか面接で、集団面接だと思ってたんで、ちょっと見慣れの人と差をつけようと思って、あえて派手なちょっと黄色のシャツを着ていき、下がデニムかな、多分。インしてったら、ね、そう、インして、ちょっとデニムで、ちょっとみんなと差をつけたいなと思って行ったんですけど、まあ、思いの案の定やっぱみんな黒基調の服着て、ちょっと黒目のザラっぽい服着てて、でも結局そうだね、集団面接じゃなかったから、集団面接じゃなかったから、結局別に意味なかったんですけど。あ、そうなんだ。まあ1対1の面接で、やっぱ重要視されてたなんか、体力ありますかみたいなとこはすごい、ザラはやっぱ見られてました。そうなんだ。結構厳しいけど、大丈夫みたいな。結局先輩とかも結構怖いこと言ってくるけど、耐えれますかっていう、そのメンタル的なところしか見られてなかったなって思います、ほとんど。じゃあ、死亡理由とか、あと体力と、あと何聞かれた？あとは、ザラが好きですみたいなこと言って、体力はもう普通にあります。部活高校やってて、こんな感じでずっとやってて、今も野球やってますみたいな、サークルやってますみたいに言って、行けたぐらいですよ、聞かれたの。そうなんだ。だから15分ぐらいで終わりました。そうなんですよ。あとまあ週何入りますか、とりあえず週7入ります。そう。聞かれるんだね。やっぱ嘘でもね、週7入りますとか週5入りますって言っとけば絶対受かるから、って思ってたから週5入って、結局まあ週2ぐらいしか入ってなかったんだけど、そんな感じでした。トゥーザシーはさ、その時は新宿しかなかったけど、ザラっていっぱいあるじゃん。うん、そう。でも週って渋谷のセンター街のとこだったじゃん。うん、あれはなんで？あれは、希望を出せたんだよね。都心部がいいですかみたいなんで、その店舗がなんかどの範囲からどの範囲みたいなのあって選択肢が。うん、で出せましたね。通ったんだ。通ったんですね。そうなんですよ。3つ目、その人間関係。やっぱアパレルって結構上下関係厳しいとか、女の先輩怖いとかあるんで。あ、もう最初怖かった。ね。ドキドキしてた。トゥーザシーはどうでした？トゥーザシーはめっちゃくちゃ良かった。そう、仲良かったもんね。仲良、本当にご飯とかも、お疲れ会とかもあったし、決起会とかもあったし、なんか本当にみんな優しかった。で、意外と
なんか愛は本当アパレルでしか働いてなかった、アパレル経験者がいっぱいいると思ってて、愛はその時未経験だったから、その点で結構ドキドキしてたんだけど、その愛が入った時はそのオープニングスタッフだったこともあってか、結構初心者の人もいっぱいいたから、みんな優しかったし、みんなで協力する感じですごい馴染みやすかった。いいな。やっぱ店長とかは怖い時もあったけど、そりゃそうだよね。それは、うん、怖い時もあれば優しい時もあったりとか、普段の時は仲良かったり、ランチ、お昼休憩とかランチの時もみんなでルミネだったらルミネストランに行ったりとか、なんか本当にすごい、人間関係は想像してて真逆で超楽しかったし、まあ、バイトじゃない時も普段遊んだりとかもしに行ったりとかして、はい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 、すごい楽しかった。いいな、まあ、それは多分愛の人柄もありつつ、まあ、心とうまくね、まあ、みんな優しいっていう感じですね。まあ反してザラ、僕はねすげえ厳しかったですね。ザラはすごい反してザラ、ザラは多分店舗によるっていう説もあるんですけど、うん、まあ、ちょっと郊外の方とか埼玉の奥方すごい緩いらしいんですけど、僕渋谷店だったんで、もうすごい売り上げみたいな、まあ、1日の目標はもちろんあり、それが全員にこう共有されて1日あと何円ですよとか、うん、インカムって言ってこうつけるんですけど、すごいやっぱね厳しかったですね。本当に女の先輩が特に厳しくて、まあ、人間関係としては優しい人ももちろんいました。いっぱい優しくしてくれる先輩いました。男の方とか女の方でも優しくしてくれる方いましたけど、まあ、基本的には休憩時間は優しいけど、もうなんか切り替わって、本当に切り替えが激しい、激しすぎてもうびっくりする。こっちもあそんなやつだったんだみたいな。そうなんで、 もちろん僕がダメだったかもしれないんですけど、ちょっとね理不尽な時がありました。やっぱりぶっちゃけでもお客さんとしてしか行ったことない、うん、いい愛からしたら、うんうん、渋谷のザラってなんか自分なんかお客さんとして見ててもさ、なんかたまにすごい怒られてる人とかいる。そうだね、ちょっと怖いピリピリした感じは伝わる時はあるよね。そうだね、だから本当にザラとしてやっぱ店員としてちょっとずっとプロであれみたいな感じなんで、痩せてったもんね。非常に痩せてったね非常に痩せてった、ね、ちょっと愛が危険を感じたもんね、うん、週の。そうだから僕のせいなんですけど、やっぱ週3ぐらいしか入ってなかったんで、やっぱザラって火曜日と木曜日新作入るんですけど、そのためにやっぱ商品の配置も変わっちゃうと。そうだね、大学生も忙しいと、うん、で久々にバイト入ったら商品の配置変わってる、わからない、怒られるみたいな。あとスペイン語だったもんね。スペイン語、それも全部覚えなきゃいけないんで、メモ聞いたら字でメモ書いてそう、まあ、とりあえず通達のものを着る、そのブランドのものは前提で、うんうん、自分で、まあ、シャワリがやっぱりスタッフにはあって、はいはいはい、シャワリで買った服は着てもいいし、制服みたいなのがあって、例えば T シャツだったら T シャツあるから、ボトムスは例えばフレアパンツ自分なら持ってきてとか、うん、で自分に合うものと組み合わせたりとか、はいはいはい、その他のブランドの例えばロゴが目立つデニムだったりとかだったら着ちゃダメだけど、うん、まあ、普通にもう書いてあってあるところは、うん、あの今日はこれ着てくださいとか、はいはいはい、で自分が買ったものを絶対に着ていいかって言ったらそうでもなくて、その時期その時期に売り出すものもやっぱ決まってたりするので、それに合った服を着てとかだったり、まあ指示されて着ることが多くて、まあ、でもシャワリで着た服も買った服も着ていいし、制服もあるしみたいな。だからまあお金に困らない、あんまりお金、ね、なんかよくさ言うじゃんね、なんか売れ残り買わされてるとか、絶対これそうなの、そう制服これだからっつって買わなきゃダメで、それで時給消えちゃうとかっていう、よく話も聞くから、その点だったら通達は良かったかもしれない。どっちでも良かったから、ある程度決まったやつ着てもいいし、自分で着たやつと買ったやつを組み合わせてもいいっていう、うん、ザラはですね、まあ、制服決まってました。もう四半期ごとに勝手に支給される、うん、ザラはみんな同じの着てる。そう、でも渋谷店はある程度他の店舗は黒のジャケット本当にズボンみたいなパターンが多いんですけど、渋谷店はやっぱ結構おしゃれでしたね。ジャケット、茶色のコーデュロのジャケットに、ネイビーのパンツで茶色のブーツが支給されたり、なんかアロハシャツみたいに着てたよね。そうそう、アロハシャツ、白のアロハシャツに、ネイビーのズボンを支給されてインして着たりとか、結構コロコロね変わってました。2ヶ月に1回ぐらいで変わって、それもらえるって感じでしたね。あ、もらえんの？そう、もらってました。じゃあ普段着てもいいよそれ。うん、普段着てもいいんで。そうなんだ。そうそうそう、だから結構その点はね、そこにお金使わないから楽でしたね。決まったし。そうだね。いや、まあでもそうだね、自分で、うん、で着たのは逆に着れない。そう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 、で制服メインって感じ。そう、なんでジャワラはシャワリ何ジャワラザラはシャワリがないんで、うん、そうなんですよ。だからそこだけちょっと残念なんですけど、まあ、制服が決まってるって結構楽じゃないですか、うん、楽、迷わないからね。そう、5つ目、じゃあそのアパレルの家族で働いた上でメリットデメリットっていうのを話していきたいと思います。ズザシーで働いた一番良かったことは何ですか？2つあります。1番ではないですけど、はい、2つあって、1つ目は、はい、なんかやっぱりそういう洋服、同じような洋服が好きな人に
出会えたこと、価値観というか、うん、まあ、通らしいのブランドだけじゃなくて、うん、そう、大体もう似たような系統の人が集まるというか、そうだね、言い方悪いけど、うん、だからシェアできんの。この間出たあそこのあれ良かったよとか、はいはいはい、あれ好きそうじゃないとか、そういうなんか服の話が、その服好きな人が集まってるから、服の話がすごいたくさんできること、はい、だから人かな、はいはいはい、と、まあ、2つ目はやっぱりなんかそうやって洋服が自身好きだし、うん、その接客は飲食しかしたことなかったから、そのアパレルでの接客で自分も今セレクトショップ出してて、うん、それでなんかそっちにも身につくようなことが学べたことが良かった、うんうん、だから2つです。服の入りとかが分かったって感じですか？あ、そうだね、なんかその服の流行りとか、まあ、次に入ってくるものとかも店頭にまだないものとかも一応見れたりするので、うんうんうん、あ、今ってこの例えばカーキが流行りなんだなとか、そういう色味が分かったり、うんうん、だから自分普段の自分の私服もすごい気使うようになった。なるほど。あとは痩せた。おお、アパレルでやっぱ美意識の上がるとやっぱ見られるんだね。やっぱ本当人に見られると変わった。あとまあね、そう、専門的なところで言うと素材とかね、名前とかやっぱ覚えれるよね。そうだね。デメリット、めちゃくちゃデメリットだなって思うことはなかったんですけど、これ逆にお客さんにもやっぱすごくいろんな人がいて、特に新宿だったからか分かんないんだけど、すごいいろんな人がいたのね。水着持ってたので、水着のマネキンの胸だけはめっちゃ触りにくるおじさんとか本当にいるの、そう。あとはもう本当マネキンのお尻をすごい触りにくる人とか、なんか例えばワンピースとか着てると、それについてすごく聞いてくる人とか、それの対応とか、なんかあっつったあみたいな。なるほどね。ザラのバイトのやっぱメリットとしては、僕の知識がめちゃめちゃついたっていうのと、うん、いろんな僕レディースの会を担当してたんで、うんうんうん、本当服、女の子の服とか流行りとか、生地感とか、服のその商品名じゃ知らなかったりしたんで、パンプスとかそういうなんか知識とか全然なかったんで、いっぱいあるんで、まあ、そういうの勉強できたっていうのは一番良かったかなって思います、うん、あと本当社会の厳しさを教えてもらったなって思います。なんか人間関係とか、そうだね、新人はなんか誰よりもやっぱ早く仕事しろとか、早めに来るとか、なんかそういう先輩に気を使うとか、そういうのはやっぱ大学1年生にして学べたのは良かったかなって思います。そうだね、厳しさの反面ね。デメリットはやっぱちょっと厳しすぎたっていう半年ぐらいしかやってないんですけど、本当にね、今厳しかったですね。バイト行くってなるとちょっとお腹痛くなるぐらい、もうやられちゃったみんなのレディースで中で俺ともう一人ぐらいしかいなくて、男の子が、そう、もう入ってくるんですけど、僕はずっといて半年間ぐらいいたんですけど、その中でもまあ10人ぐらいかな、新しい新人ですみたいな感じ来るんですけど、みんな1週間で辞めていくっていう、もういや結構頑張ったね。そうそう、あ、また新人、また新人みたいな感じ、同い年がいなかった感じですね、常に。店舗によります、これは多分。はい、で別にザラが悪いとかじゃないです。通話シーンも別にそんな変な人が絶対に来るからとかじゃなくて、はい、愛がちょっと思うとなっただけなので。そうだね、だから結果的にまあね、あのアパレルバイトはそのなんか服の知識とか、なんか一回やってみたいよとか、ちょっとおしゃれになりたいとか、うん、服が好きな人とかは本当に一回やってみてもいいバイトだと思います、はい、しかも大学生なんて何回バイト変えてもいいから、うんうん、軽いノリでやってもいいと思う。嫌だなと思ったら全然やめちゃっていいと思う。まあ、これはあなたの考えだけど。そうだね、まあ、大学生に限らず一回アパレルやってみたいって方はぜひチャレンジしてみるのもいいんじゃないかなって思います。はい、実際そんなデメリットもないと思うので、ないです。一回入ってみて、もうそれぞれの感じ方次第なので、はい、やってみてくださいということで、はい、今回はザラとトゥーザシーのアパレルのバイトの話をしてみました。もしまだ何か気になることとかあったら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。